昔々、あるところに、猿とカニがありました。皆さんこんにちは。まずは、以前の猿カニ合戦を少しご覧ください。親の仇、覚えたかと言いながら、ハサミを振り上げて、猿の首を貯金と、ハサミで挟んでしまいました。 私の音読動画でも扱いました、サルカニ合戦ですが、見事あだ打ちを成し遂げた、カニと仲間たちですが、その後のカニさんたちのことをご存知ですかあの、芥川隆之介が、語られざる後日談、というパロディ作品を書いています。その内容があまりに衝撃的です。子供さんには、決して教えないでくださいね。内容をかいつまんで言うと。彼らはその後、 警官に捕獲され投獄されます。そして裁判の結果、主犯のカニは死刑に。共犯者は無期徒刑の判決を受けました。新聞雑誌、学識者、宗教会など各方面からもカニたちに冷たく批判的な意見が寄せられ、死刑は滞りなく執行されました。だ、そうです。恐ろしすぎる結末ですよね。決してお子さんには教えないでください。 いや、聞かせて、カニさん、復讐は良くなかったね。やりすぎたし、警察に任すべきだったね、と、教育的指導をした方が良いかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。